沢村さんね、スナイプって知ってますか？あ、モスキートの方じゃないです。スナイプとはあるユーザーに対してタイミングを合わせて意図的に一緒の体勢をね実現する行為のことをね言うんですけど、最近ねユハイチャンネルはスナイプがねめちゃくちゃ多い。どれくらいね多いかというと、ランク配信がもう、ね、実質ルームマッチ配信ねなってるんちゃいまっかってくらいね、めちゃくちゃスナイプが多いです。そして称号がね純白の悪意なんですよ。確かにねスナイプは悪意なんですけど、まあ、純白かどうかは謎。まあ別にね僕が勝手に遅延なしで配信してるだけなんで、まあ若干ね自分のせいじゃ自分のせいなんですけど、なんである程度のねスナイプはいいと言ってるんですよ。まあ本当はダメなんですけど、なんだけど同じ人がねもう10回以上もねスナイプしてくると話はね変わってくるんですよ。しかもスナイプしてくる人はもう大体ねデストラーデかもうクロミドル速攻おやんのかお。そしてスナイパーの人は、スナイパーじゃねえわ、スナイパーアルフェルスの人は、まあ、僕はねスナイプしてるんですけどユハイさんのハンドは見てませんって言うんですよ。いや、そのそこじゃないと、そこじゃないんですよ。もうそこの謎の正義感はいいのよ、もう本当に。まあね、スナイプにしてもモスキートにしてもね、アルフェラスにしても赤い周知にしても、まあ、とりあえずねある程度の常識を持ってスナイプしましょう。常識とは詳しく、まあこれはねユハイチャンネルからのお願いですよと。まあ結構ね面白い名前でスナイプしてくれる人がいるんでね、まあそれはそれでね楽しいかなっては思うんですけど、あとねよろしければスナイプではなくてねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルファイです。ということで今回なんですけども、最速ラストストームね使っていきたいと思います。まあこれデッキなんですけど、基本的にフェアリーライフ未来設計図を打ってお茶っぴーでマナを加速しながら、フェアリーホールでマナを加速してシュバルを出すことによって綺麗に7マナにつながるんですよね。なんでグレートフルライフだったりガードホールパーフェクトギャラクシーで盤面を制圧しつつ、ガードホールだったらねデビルディアボロス覚醒して、まあ、ラストストーム乗っかってフィニッシュしていくっていうのがね基本的な流れなんですけど、まあ、グレートフルライフだったり、まあ、不滅ギャラクシーランブルディアスゼータとかでサイキック横並べしてね勝つっていうね結構いろんなプランありますんで、めちゃくちゃね安定感があって強いデッキだったんで、ぜひね皆さん使ってみてください。よろしければね年内チャンネル登録者1万人目指してますんで、ぜひねチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ということで早速者の方に行きましょう。いくぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、ガードホールパーフェクトギャラクシーデーモンハンドおちゃっぴー未来設計図で始まったオープニングハンド。さあこれ未来設計図引けてるんで、設計図打ってお茶っぴー回収してこれたら割と理想かなって感じなんですが、お茶っぴー置いて設計図お茶っぴーでお茶っぴー出してマナ加速してホール系だったり、まあ、引けなかったらアバラルドでリソース回復かなと。さあクロックタワーで相手もリソースを回復してきますと。相手はちょっと泥マー寄りなのかなと。さあトップオブザレックがピカリエなんで、さあこれ一旦おちゃっぴー置いて未来設計図でおちゃっぴーを探していきましょう。さあギャラクシーとピカリエなんで、まあ、ピカリエも1枚ハンドにあってギャラクシーもありますが、一旦ギャラクシー回収して次アバラルドで呪文を回収しましょう。まあ、おちゃっぴー決まったらねかなり幸先は良かったんですけど、相手3ターン目の動きですね、多分ドロマーだと思うので、さあドラビタ、ドロマーですね。さあミルアーマー、ドロマーはこれがあるんだよね。ミルアーマーからの最速サイキック呪文、オール系を打てるのが普通に強い。さあ一旦アバラルド出して、さあ天雷の施しライフライフ、なるほど。さあここでミカドとかドラビタとかシャイニーホールとかね打たれると結構辛いんですが、さあジェニーダーツからのフランツ、フランツであるか1マナで、さあジェニーダーツ、まあ、なんですけどアバラルド校でリソースは回復できてるんでそんなに痛くないかな。さあガードホール強いなんで、相手次ガードホール打ってきた時のためにガードホールで返せるようにここフェアリーライフでマナ加速していきましょう。まあこの1枚多分ガードホールか何かしらのホール系だと思うんで、濁らなかったらガードホール打ってきますよね、フランツとミルアーマーなんで。さあミカドを打ってきますよと。でランブルレクター、なんでこっちガードホールでランブル埋めながら
デビルディアボロス出して覚醒してワンチャン相手ハンドないんでラストストーム乗っけるっていう動きでラストストームでフィニッシュしていきましょうか。でパーフェクトギャラクシーだったりデーモンハンドあるんで割と後続のハンドも強いんでね、これは全然やっていけそう。さあデビルディアボロス、まあ、シークレットですからね、しっかりと。なんで相手次5マナなんで一応コスト系ガードホールここで打たれるのが普通にきついか。その時はまあデモハンで返せるんであれなんですけど、ホーリースパーク5マナ使って、いやー処理札くせえな。覚醒してまでも一応ラストストーム乗っけますか。まあ処理札じゃなかった時のために、言うてねラストストーム乗っけるぐらいしかやることないので、殴りもしないからな、ぶっちゃけ相手リソースないんでさ、ラストストームじゃないけどストーム G ダブルクロス一旦乗っけてラストストームになったら実質勝ちだよと。あ、フェアリーホールこれ強いですね。フェアリーホールで一応マナ加速しながら一応シュバル出しといてパーフェクトギャラクシー次出せるよと。いやその1枚絶対処理札だと思うんだよな。さあシュバル出していきましょう。さあターン終了ですよと。でまあシュバルはパーフェクトギャラクシープラス、まあ、何かしらのホール系まだ覚醒しないね、シュバルは。さあザ・ストロングスパイラル3コストでねラストストーム処理されるとめちゃくちゃきついね、精神的に来るものがあるわさすがに。さあミカドホールでさあランブルデクター 2回目のランブルかな。さあトップがオチャッピー、まあ、オチャッピーは置いて、まあ、パーフェクトギャラクシーで、まあ、ランブル覚醒されたとしても、まあ、ブロックし続けて耐えていきましょうか。まあ、ミルアーマーとね、まあ、フランツも殴れるので、まあ、パーフェクトギャラクシーの無敵効果は割と簡単に剥がされてしまうんですけど、こっちもハンドがないので、わざわざ殴ってはこなそう。さあ、ミカドホール強い。フランツ取りながら、これ、ディアス出すことによって、シュバル覚醒するんで、これ、ラストストーム乗っかりますね。これがね、シュバルの強いところなんですよね。シュバルは、このターン覚醒してくれるんで、相手のターンでも覚醒してくれるのがマジ強い。フランツで、まあ、ランブルも覚醒しますと。まあ、ランブル覚醒そんなにも痛くないんじゃないか。さあ、来ましたね。ラストストーム、シュバルも覚醒したんで、乗っかります。ちょうど20なんでね、乗っかりますよと。これ本当に強いよね。で、相手がトップ処理札じゃなかったら、メテオ版覚醒サイキックを好きな数バトルゾーンに出すことができますよと、まあ、好きな数というか8体までだっけ、まあ、デュエブで盤面7体でパーギャラいるんで6体出せますよと。6体じゃ5体だわやべ算数できてね。さあラストストーム覚醒、さあオチャッピーは出さない。さあ殴るときにさあメテオ版覚醒好きな数出すことができますよと。デビルディアボロスドラビッタランブルは出さなくていいか、これ。シュバルとランブル以外出せばいいかなと。ディアスゼータ、不滅、ギャラクシーで。まあ、もはや何出しても感はありますけどね。シュバルも覚醒するから強いけど、まあ、不滅、ギャラクシーで全然良さそうですね。出しまして、これめちゃくちゃ強いね。もう、てか決まったら、実質勝ちみたいなところあるんで。さあ、ブロックの検討。ここ通してきた時点でほぼほぼ勝ちじゃなかろうかと。さあトリガーもないであればパーギャラいいか、殴んなくていいか。パーギャラ殴らないでも次のターンいろいろいろんなことして勝ちだね。あれターン終了してねえわ。あ対戦あーだしゃー。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、シャイニーホール、オチャッピー、ガードホール、パーフェクトギャラクシー、フェアリーホールで始まったオープニングハンド。さあトップがバルカリアス、なんで一応これ、バルカディアスは刺さるか？バルカディアスね、2枚しか、めっちゃ声裏返ったんだけど、バルカディアス2枚しか入ってないですし、まあ新カードなんでね、一応バルカディアスキープしておきましょうか。さあ、ライフめっちゃ強いですね、これ。ライフ、オチャッピー、シャイニーホール、パーフェクトギャラクシーがいきそうか？これね、フェアリーホールだとね、綺麗にパーギャラにつながるんですけど、オチャッピーマジで便利っすよね。さあこれ3マナの動きでさ超絶究極神。さあトップがデモハン、なんでこれデモハン置きながら行きましょう。オチャッピー、
これマジで強いよな、おちゃっぴー。で、次、チャイニーホールで、まあ、ドラビタなり、チャクタって誰だ？もう、チャクタって誰ですかと。まあ、チャクラだったり、ドラビタを出せると。相手はホッピルッピでマナ加速。まあ、相手は結構マナは加速できてますよと。トップがアバラルドコ。いや、これマジでバルカリアスいらない説が、権限してきましたが、バルカリアスそんなに環境的に刺さってないか。まあでも初日なんでね、まだ分からないんですが、これ不滅ギャラクシーでいいか。不滅ギャラクシーで知らない進化もと、これビート刻んでいいかもしれないですね。不滅コンビで。不滅ギャラクシー、パーフェクトギャラクシーでもビート刻んでって、破壊されたら覚醒するけど大丈夫そうみたいな。ビートプランもワンチャン取れるんじゃないでしょうか。さあ、これベガ。ベガ置いてきたってことはトリプルマースと。まあ、これもはやどっちでもいいかな。どっちかっつったらそう、アバラルドコを抜いてほしかったんですけど、まあまあ人生そんなに甘くないがさ、パーフェクトギャラクシートップオブザレッグ、これはまあリソース回復のアバラルドコ。さあ、ガードホール、ミカドホール、ガードホール、完璧なアバラルドコですね。もうこれビート刻んで、相手がもうサイキック出してきたらガードホールで取りまくって、デビルディアボロス押し付けていきましょう。これも殴ったもん勝ちっすね。青春ならもう忍たま乱太郎一般教養なんで殴っていきましょう。これめちゃくちゃ強いな。相手ももうガードホールとミカドホール見えてるんで出しにくいと。さあ、アブドーラフレイムですが、これ不滅ギャラクシー覚醒しますからね。いや、すんぎで、ガードホールでこっちはデビルディアボロス押し付けていけるんで、いや、めっちゃ強いぞ。まあ、バルカリアス本当にいらない説はあるな。バルカリアスお守りぐらいで入れといて、キングとかクイーンの方がね、ワンチャン環境的には、まあ、初日ってこともあるんで刺さってるんじゃないでしょうか。マットロックチェスター本当に多いんでね。で、マットロックチェスター対面はね、ガチでプレミして負けましたね。いや、本当に冒頭にも使えないレベルのひどいプレミで負けましたね。さあ、ギャラクシーホール。ワンチャン最後にそのプレミだけ乗っけとくか。いや、本当にひどかったよ、本当に。やばかった。もうデュエプレイ実況者引退に追い込まれるんじゃないかってぐらいのね、ひどいプレミをしたんですけど。さあ、これデビルディアボロス覚醒して、ラストストームは乗っけないかな。相手結構ハンドあるし、ラストストーム乗っけるのはちょっと怖いので、覚醒だけしてゴリ押していこうかなと。で、ミカドも打てるので、これ出しませんと。いや、本当に怖くない？これ。本当は乗っけたいんだけど、処理札がマジで怖いんで、あ、ライフ引いてきたか。このターンライフ打って次ガードホール打てるってしても良さそうではあったけど、まあこれミカドで普通に横並べしていきましょう。普通に取れるんでね、相手の。この光のサイキックの名前忘れたけど、このクルート SP から出るサイキックもデビルディアボロスの効果で取れるし、ワンチャントリガーなかったらリーサルなんで、強いっすね。もう安定感がダンチ。レベチです。さあ、出たがりですね。出たがりなんですが、さすがに出せんと。デビルディアボロスゼータの能力で相手の盤面取りながらクワトロブレイク。ワンチャン、まあこれ不滅ギャラクシーのままだったら盤面残ってたって考えるとめちゃくちゃ強いですね。まあでも相手2面取れないでしょ。デビルディアボロスこれ解除持ってますし、多分取れないんじゃないかなと。2面デビルディアボロス、そしてディアスゼータ、この2面取れたら大したもんですね。9マナで、まあ、ブロッカーとかでワンチャン耐えるみたいなね、こともできそうっちゃできそうですけど、さすがにカッタ臭いが。9マナ相手かなり迷ってますが、ガンビートとか絡んできても大丈夫なんで、多分このまま押し切ったでしょう、対戦。あ、どうした。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、アバラルドコ、バルカリアス、ピカリエ、ガードホールで始まったオープニングハンド。さあ、来ましたね、 DJ ショーカルのブレイズクロームーブ。まあ、環境初日あるあるですよね。まあ、やっぱみんなね、マットロックチェスターとかいろんなね、新カードのカードを使いたいんで、逆にもビートで引き殺すみたいな。いや、もうね、なんですけど、今回の環境は割とね、速攻デッキきついんじゃないかなと。やっぱミカドガンビートでね、世界変わりますから。まあ、このデッキガンビート入ってないんですけど、いや、ガンビート入れたかった。てか入れた方がいいです、このデッキ絶対。皆さんはもう俺だけね、もうサイキックの枠ね、38枚ぐらいにしてほしいんですけど、さすがに足りねえんだわ。このデッキタイプでサイキック8枚まで、それは酷ですって、運営さんと。さあ、まだ加速しながら、まあ、ピカリで止まりますかね。さあ、ライラだったったらったったらった。さあ、
転パンチ、これこのまま引き殺される石灰石、さあ世界変えました、世界を変えるデーモンハンド、ライラドット破壊してピカリエでブレイズクロー止めて、もうパーヤパーヤですよね。これもうシコシコと勝っていきましょう。さあ未来設計図、さあ未来を描いていけと。さあこれピカリエ、全国のハゲを敵に回したブロッカー、ここに牽引させまして、シャイニーホールもね世界で一番強い、タップしながらブレイズクローを一方的に取ることができますが、まあ、今回ピカリエで一方的に取ることができますよと。さあ DJ ショークイズカード、これさ、あ、オッケー、これいかれてるよね。2コスト7000、ダブルブレイカーよ、ダブルブレイカーではねえわ、それは持ったわ。ブライユギゴンダ涙目よ、2コスト7000、スピードアタッカーエグ、あーもう強い、ミカドホール世界で一番強いです。これ世界で一番バリの高いミカドホールって言われてるんで、さあミカドホールシークレットで差をつける、これはまあディアスゼータでいいかなと。ディアスゼータとシュバル覚醒でストームホールが乗るので、ワンチャン次シャイニーホール打ってドラビタなり出して、天上天下ユイが独尊天丼マンと、相手3マナ使って過激り、それは過激ですよと。さあチョコザイカーだっけ、世界で一番言いにくいクリーチャー、そして予言者クルトの連鎖、世界で一番可愛い連鎖だね。それはさあフェアリーホールか、なるほど、これいやこれもういいか、ピカリエ置いてフェアリーホールで単色落ちなかったらフェアリーホールシュバル、そして未来を描くことができる、世界を変える設計図になったのではないでしょうか。これさあ未来設計図描く未来、それはもうパーフェクトですよとカードが問いかけております。あなたの未来パーフェクトです、はい OK です。で、まあ、次、まあ、パーフェクトギャラクシーで相手の心へし折るのもいいんですけど、まあ、シャイニーホールでタップして、まあ、ドラビタなり、ドラビタかな、ドラビタ出して勝ちみたいなね、で覚醒しますし、でラストストーム乗っかるけどみたいな。さあこれフェアリーライフなんで、フェアリーライフ置いていきましょう。シャイニーホールチョコザイカーをタップオブザゲートして、これは不滅ギャラクシー、ドラビタ、チャクラ選び方で、まあ、チャクラは一番ないけど、さすがにドラビタかな、さすがにドラビタでいって、これやっぱりねシャイニーホール打つことによってこれラストストーム乗っかるんでね、はい、もうラストストーム乗っかっていきましょう。もういいや、乗っけるわもう俺ラストストーム乗っけて、多分リーサルないと思うんで、ピカリエもあるしリーサルないし、これチョコザイカー取るんで、これ多分もうストームカイザーに対する回答が赤白速攻はないので、このままもうメテオ版覚醒で勝ちもうしましたかねと対戦、あーどうした、はい、ってことでね、最速ラストストームいかがだったでしょうか。かなりね楽しいデッキなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければねチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。